まずは5をここにセットしてハンドルを1回回してここに数字の5を入れます。他は一旦クリアします。ここから1を引いて3を引いて5を引くと引けなかったのでハンドルを戻します。で、5を4にしておいて1桁ずらします。で、また1を引きます。3を引きます。5を引くと引けなかったので戻して5を4にします。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて引けなかったので戻して7を6にしておきます。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて9を引いて次11を含んで上の3つをずらします。11を引いて13が引けなかったので戻して13を12にします。また1桁ずらして1を引いて引けなかったので戻して1を0にしておきます。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて9を引いて11を引いて13を引いて引けなかったので戻して13を12にします。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて9を引いて11を引いて13を引いて15を引けなかったので戻して15を14にします。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて9を引いて11を引いて13を引いて15を引いて17を引いて19が引けなかったのでハンドルを戻して19を18にします。1桁ずらして1を引いて3を引いて5を引いて7を引いて9を引いて11を引いて13を引いて15を引くと引けなかったので戻して15を14にします。と、こうやって計算していきますと 2.236067979 という風に、この左下のところにルート5の値が計算されて出てきています。